初めてを持ってきました。ありがとうございます。会った時に、あ、可愛い子だなって思ってたかな。ドキして息が荒くて、なんかフンスかフンスか言ってたから何があったんだと思って。ボイスアクターズチャンネル、本日はカリンの部屋にお越しいただき誠にありがとうございます。イエイ。もう登場してくださるスタイルですか？あれこんばんは、タナサミです。こんばんは、こんにちは、タナサミです。お願いします。今日はお邪魔します、カリコさん。よろしくお願いします。お願いします。イエイイエイ。え、嬉しい。なんか第1回目が牧野さんでね、またあさみさんで緊張するっていう。緊張することだってなくない？え、ありますよ。結構普通にさ、結構喋ったりとかさ仲良く連絡取ったりしてるから全然平気だよ。そうなんですけど、でも私的には結構あさみさんって本当に憧れの先輩なんですよ。マジ、ちょ、除菌しとこうぜ。除菌しとこうぜ。ほんで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 。え、だからちょっと今日はちゃんとやろうっていう。いや、2人の時もちゃんとやってるでしょうよ。あ、見棒だけどちゃんとやろうみたいな気持ち。嬉しい嬉しい。私はそれこそカリコの部屋ありますよって言われて、え、行きますってすぐ言った。え、本当ですか？うん、すぐ言った。やったー、イエーイ、嬉しい。私ね、こう、あさみさんと初めて会ったのがいつだったか思い出せなくて。記憶にない？覚えてますか？私覚えてる。え、逆に覚えてないの？私がやってる脚本家の森林さんと、はいはい、持ち込みっていうラジオがあるんですけど、はい、その持ち込みっていうラジオにゲストで来てくれて、そこで私、磯部かりんっていう子が、はい、まあ、そもそも事務所にいるんだ、はい、って思って、へえって思って、その資料いただいて見て、はい、会った時に、あ、可愛い子だなって思ってたから、それが私の記憶では最初。だから覚えてないんだ。え、なんで？どういうこと？え、なんか、あの、私の、あの、初めましての想定は、ね、お仕事以外で、なんか、あの、オーディションのテープを撮ったりとか、うん、すれ違って挨拶とか、最初したのかなって思ったんですよ。いや、そこでは一回も会ってないよ。私、船戸ちゃんとは会ってんのよ。船戸ちゃんとは初めてそのハッと会った時に、どなたですかって言ったら、船戸ですって言われて、あ、船戸さんなんですねって言って、だからそういう記憶はあるから、多分かりんはそれで会ってないと思う。お茶飲もうよ、飲むでしょこれ。すいません、すいません、飲みます。お茶飲もう、はい、除菌もしたし。すいません、うん、いいよ、喋ってていいよ、どうぞ。もう本当にすいません。お茶飲もう。除菌もしてね、一応ね、一応、はい、はいはい、除菌もして、で、これで、すいません、ありがとう。え、そうだっけ？ちょっとじゃあマスク外して。うん、マスク外して。やっほー。やっほー。今日は、あさみさんのなんかおすすめ、うん、のお菓子を、そう、持ってきました。いただいたということで。じゃーん。これは浅草の芋ようかんとあんこ玉。中がね、衝撃的。見て。超可愛いの。かわいい。え、これ映えじゃないですか？そう。頻繁に買われるんですか？それが、あんこ玉を自分で買うのは初めてなんですよ。何か特別な日に買おうって撮ってて、今日はかりんに会うから初めてを持ってきました。ありがとうございます。嬉しい。そう、だから自分で買って持ってくのは初めてなの。ありがとうございます。この企画いいですね、カリコの部屋。え？突然？おいしい。え、抹茶だ。うわ、ちゃんとみかんの味する。3秒後ぐらいから来る。え、ちょっと一回食べてよ、一緒に。本当に3秒かどうか。本当に？じゃあ、3秒。笑わせない
仮に3秒だからね。はいはい。あ、来ました。本当だ、来た。3秒後に来た。何やってんですか。皆さん3秒後に来るんで。はい。3秒我慢してください。我慢してください。我慢してください。うん、じゃあ、うん、ダサミさんのこと話していいですか。え、なんちょっと怖いんだけど。何何。いいよ。私ね、あさみさんがね、本当に憧れの先輩だなって思うのは、いつもなんかね、私がこういうのはどうしたらいいんですかねとか本当に相談できるようなすごい頼りになる先輩で、そういうなんかあさみさんが私もね、めっちゃ好きです。終わってからあさみさんが、あ、今日なんかどうした、大丈夫だったとか LINE くださったりだったりとかなんかみんなのことを見てくださってるんですよ、すごく。え、でも一個だけっていい、なんかね、隣にそうなんかこう声を取らなきゃいけなくて、そのリハの時撮ってた時に隣でって言ってたのよなんかあんなって思ったっていうだけよ。だから多分私がすごい気づく人っていうよりも無意識にって言ってたから、なんかちょっと息遣いおかしいなと思って息遣いを大丈夫って、結構私あの耳がいい方だからなんか息遣いが変って思ったのから、多分そういうことだと思う。息が荒かった、息が荒くてなんかフンスカフンスカ言ってたから何があったんだと思って、え、大丈夫、なんか今日なんか体調大丈夫って言った記憶はある。別にそのしんどくてへーってしてるわけじゃないけど、それはすごい覚えてる。ちょっとスンスンすごい言ったね。悲しい、その映像が残ってないのがちょっと悲しいけど、私の鼻息、鼻息がすごかったんだよねスッ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 。私の仕事の流儀5ルール。なるほど、5ルール1個目、結構するんですけど、うん、あだ名をつける。え、それは名前を覚える、名前を覚えるためもあるし、ちょっと距離を近くしたいっていうのもあるし、特にスタッフさんとかには距離を詰めたいなって思う方にはあだ名をつける。すごい、そうそうそう、え、やりたいですね。そうで、名前をやっぱ10人バーってスタッフさんがいてさ、何々です、何々です、何々です、お願いしますって言われてもいっぺんに覚えられない。そうですね、だからその場ですみません、いっぺんに覚えられないんで、何々さんって呼ぶねとか、えー、テレッチって呼ぶねとか、セバスって呼ぶねとかで、そのなんでセバスかっていうのをちゃんと自分の中で決めて、なんかそのそれをすることによってやっぱり私も話しやすいし、向こうもなんかこう、あ、田野さんにセバスって呼ばれてるんだとかっていう風にこう距離を近くなってもらえればいいなっていうので、いいですね。そうですね、名前を呼ぶことって特別って言いますもんね。じゃあ次、2つ目、でもこれはでもみんなしてると思うけど、準備を怠らない。だから多分時にうわもう細かいなって思うスタッフさんもいると思う。そんな知りたいとか、でも分からないよりも知った状態でやりたいから、申し訳ない、付き合ってくださいって言って結構準備をちゃんとしていきたいから、すごいですね、うん、こうお仕事が重なった時とかって、うん、わーってならない。なるよならないはずがないじゃん、そんな人は絶対にいないと思うでもなるなるなる、分かりなく、そう、まず自分で待って、どれが早いっつってどれからやるとかってこう頭で考えて、なるほど。でもその中で1個でもいいから、うん、なんか知ってちゃんとやっていくっていうのをしないと、私には自分には失礼かなって思うからするかな、うんうん、でもそれは確かに大切ですよね。私たちの職業から絶対こうセリフだったり資料ってものがね、うん、あるから、確かに読まないことには始まらないし、そう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 、そのキャラクターのことをねこう分析っていうかこう知って自分の中にインプットしないと仕事として立てないから、うん、確かに一番大事ぐらい大事かもしれない。なんか不安になるじゃん、え、これでいいのかなとか、うんうん、ちょっとのことでもなんか自分が気になったら確認して準備したいなって思います。なのでスタッフの皆さん、細かいと思っても付き合ってください、はい、プロフェッショナルです。え、じゃあ3つ目お願いします、はい、これね、もう私の人生なんですけど、仕事っていうよりも直感を信じる、あ、大事にする、あさみさんっぽいかも。これは
一番ぐらい直感派。基本迷わないけど、うん、迷った時は一旦やめる。迷って迷ってこっちにしようはないかも。それこそもう洋服を選ぶもそうだけど。では5個目。5個目？あ、違う。4個目お願いします。田野さんとお仕事できてよかったと思ってもらえるようにする。あ、うん、これは同じかもしれない。あ、一緒？聞きたい聞きたい。いいんですか？もちろん。私も結構インタビューとかで、うん、なんか仕事をしててこの役を磯部カリンにやってもらってよかったって思ってもらえるように、うんうん、お仕事したいって答えることが一緒だ。わかる。なんだろう、プロとして頑張りたいっていう気持ちもあるし、うん、でもあの本当にもっともっとやらなきゃいけない部分もあるし、うん、でもその中でなんだろう、自分ができる今の最大限をこう費やして、うん、あのそれでなんだろう、少しでもいいなって思ってもらえたらいいなっていう気持ちですね。うん、全く一緒。全く一緒です。そうそうそう、本当そう。結構このお仕事してる人は、うん、もしかしたらね、うん、私に選んでもらってよかったって思って仕事してると思うから、うん、みんなねそれぞれ、うん、そうですね、だからそれは結構大事だし、また会いたいなって思ってもらえたらいいなって思ってるかな。あすみさんもまた会いたいなの人です。また会ったねって言うからそしたら本当に、うん、いつもこうなんですよ。いつもみんなの太陽みたいな感じなの。そうかな、うん、終わりじゃん、もう今。5個目。次が正真正銘。え、違う。え、5個目 ?5 個目。はい。田野あさみであることを大切にする。おー。かな。あ、でもなんか納得。うん、田野あさみっぽいっていうのを大切にしよう。それは無理せず。え、どういう感じが、うん、あの自分自身っぽいとかってあるんですか？どうだ、でも基本、あんまネガティブな発言は自分自身しないかも。帰ってくる気がするから。想像できない。そうだし、私のあの人生のテーマが太陽のごとく生きよう。え、もうそれそれですよ。それを胸に掲げて生きてる感じ。いや、エレベーターすぐ来たラッキーみたいな。それは1階にいるもんねみたいな。だけどそういうのをラッキーと捉える。それがなんかこう田野あさみを作ってるっていう感じかもしれない。うん。めっちゃいい。かな。5つ。ありがとうございます。はい、あのもっとお話を聞きたかったんですけど、喋りすぎたね。それを置いといて、うん、見たいものがあるんですよ。うん、これかな、これかな。はい、これかな。そうなんです。ご紹介お願いします。はい、私7月3日波の日にデビュー20周年をおめでとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そう、私が14歳の時にデビューして東京に出てきてるので、そこから、まあ、一生懸命生きて20年経ったんですけど、それを記念してなんと20周年のフォトアニバーサリーブックレコードを出させていただくことになりました。これもね、森で撮って。めっちゃ素敵ですよね。え、こちらはあのグランドキャニオンのあさみさんの。そうですね、日本のグランドキャニオンです。カリンヌがこの服好きそう。え、めっちゃ好きです。そう、他にもいっぱいたくさん写真を撮っていて、あとその中にあのインタビューだったりとか、うん、いろいろ今日話したことみたいな、もっともっと20年間分の話をしていたりだったりとかを載せたものを発売します。見てください、ぜひ。え、結構この制作はあさみさん関わられてるんですか？うん、あ、関わってます。そうやって決めたんですか、こうシチュエーションとか。なんかシチュエーションとかは提案いただいて、うんうん、まあ、衣装もあの信頼してる百瀬剛さんっていう、はい、もう昔からお世話になってる、本当もう何年も何十年もお世話になってる方が、もうあさみちゃんはこれみたいな感じで持ってきてもらったものを信じて、私デビューした時にボーイスタイルはオレンジのつなぎを着てデビューしたんですね。で、それをあえてここでオレンジのつなぎを着たいっていうのは私から提案させてもらって、めっちゃいいですね。また当時から応援してくださってる方は、うんうん、これ見た時に何か気づいてくれてんじゃないかなって。気づくどころじゃない。そう。泣きますよ。どれが好き一番？これは本当にあのすごいよね。日本じゃない。これすごいよね。グランドキャニオン。すごい、もう壮大で、あさみさんのこうなんて言うんですか、強い女性というか凛々しくこう、うん、こう突き進んでいくぞみたいな、うん、真の強い女性感が
あって私はすごい好きです。これ一押しプラスそのみんなに会えるイベントも。あ、そうなんですね。そう、8月に、8月末かな、うんうん、に開催します。でその翌週に9月には1対1でそのオンラインで会いに来れない方もいるだろうし、うん、そういう方のためにも1対1で話せるイベントもあります、うん、お願いします。一人のイベントとかも結構久しぶりですか？久しぶり。一人のイベントってないんじゃない？あ、ないと思う、あんまり、だからなかなかないから。じゃあレアですね。レア、この機会に。そうなのでぜひ皆さん、あの、私にぜひお時間をください。ぜひチェックしてください。お願いします。ということで本日は、はい、あのあさみさんにお越しいただきました。はい、本当にありがとうございました。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。ごきげんよう。